はい、第はい、ジャジーなギターで差をつけよう第19回としてですね、今回は前回の続き、という感じで、まずね、ジャジーな曲をこうファンキーにっていうねことで、そしたらこのね、Cマイナーの枯葉の進行、進行をこうファンクのリズムで弾いてみようっていうのをね、前回やりましたね。この C マイナーから入って F、B フラット、E フラット、A マイナー7フラット5、D7、C マイナーで G7、この進行に今日は今日というか今回はソロというかね、リードを乗っけてみようと、いうことをやってみたいと思います。で、普通ジャズ講座だったら、ここで C マイナーだったらそのコードトーンを弾きますとかね、サードを当てて弾くといいですよとか、F に入ったらオルタード弾いてみましょうね、こんなことになるんです。それはちょっとジャジーではなくてジャズになってしまうんです。なので、今回はですね、こうロック上がりの僕らがこう分かりやすく、もうこの曲のキーはまず最初 B フラットのキーの2-5-1-4 って、なので一応 B フラットキーなんだと。 B フラットメジャーのキーに当てる、僕らが慣れ親しんだスケールはまずメジャースケールも使わない、メジャーペンタでございますね。で、後半これ Am7flat5 D7Gm っていうのは Gm キーの2-5です。2-5-1ってことは Gm ペンタでいいじゃないか。転調するんですかっていう感じがしたと思うんですが、よくよく見てください。 B フラットメジャーペンタと Gm ペンタは同じスケールでございますね。音の成分が同じってだけですよ。もちろん中心音とかね、ちゃんとルートからちょっと見てみれば全然違うスケールなんですが、この2つの B フラットメジャーと G マイナーに関しては音の成分が一緒でございます。なので一番僕らが慣れてる G マイナーペンタ、マイナーペンタでね、この枯葉のコード進行を攻略してしまおうと、いうことです。これをね、一回弾いてみたいかなとは思うんですけども、まあこちらの5弦ルートの、ね、形、もちろん全部やるのはベストですけども、まあ最低限6弦ルートと5弦ルート、6弦ルートはいつもの形、5弦ルートはこの形、これを枯葉のね、この間のバッキング、このバッキング、しまいますね。今もちろん最低限覚えてくれっていうポジション以外、Gm ペンタの、スケールを全部弾いてみましたけどね、5種類ね、その中でもちろんフレーズっぽくちょろちょろなっちゃったとこもあるんですけども、なんならこうスケールをねっていうふうにね、ババ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 バって弾かないで、ダダダダダダダなんつってね、
こういう風にあのリズムをつけてあげるだけでね、スケールを弾いててもあアドリブらしくなってきたってなりますから、いきなりかっこいいフレーズ作ろうとかね、なかなかプレッシャーですし、うまくいかなくて嫌になっちゃったりするんでね、スケールをこうリズムを変えてみる、この辺からまずチャレンジしてください。でこれじゃもうできるよと、いうロックの方もいらっしゃると思いますのでね、少しだけもうちょっとジャジーにしていこうじゃないかっていうのがね、今回のコンセプトでございます。だからといっていきなり他のスケールを持ち込んだりはしません。さっきもやってましたけどブルーノートね、いつもの、ブルースロックのようにこういうのを入れていくと、よし、チョーキング、こういうのも入れていいです。チョーキングとかもありですし、ブルーノートいつもやってること、これもありです。ですがペンタにナインスを加えようとかシックスを加えようとかね、ナチュラルサードを加えよう、マイナーペンタにこれを加えようっていうのをやったことありますけども、実際この曲は G マイナーのキーなのでナチュラルサード入れちゃダメです。でナチュラルマイナーの時にシックス、これも結構やばいことがあります。ですけどあえて G マイナーの時にシックスって入れるとおしゃれなんですが、それもまたちょっと話が飛びすぎるのでなし。まあナインスはありでしょうとかやるんですが、もうちょっとジャージーに攻めてみます。マイナーペンタに音を加えるだけじゃなくて、そういうな全体キーのマイナーペンタになんかキーとしてナインスとかね、キーのシックスとかそういうのを加えるんじゃなくて、やっぱりジャズなんで後ろのコード気にしてみようじゃないかとね。ロックの人これ苦手なんです。キーで弾くっていうのがね慣れてますけども、ちょっとだけ、まあ例えばここのまあここでいいか弾いた時に C マイナーが後ろでなりました。ドを弾いてあげようじゃないかと。ドミのフラットソっていうのがこの C マイナーの音です。これわかりますよね。C マイナーがわかるんだったら G マイナーペンタの中に今の C マイナーの音をこれ入れてあげると、まあ、特にこの音ですね。ペンタにないこの C マイナーのここのコードにあるこの音。まあこれ実際はフラットサードになってるんですが、これを入れてあげるだけで実際ペンタしか弾いてないのにこれが加わって、で一応 C のルートも気にする。そして次は F、 まあこっちで押さえたら F7 ですよね。そうなるとまあいわゆる俗に言うマイナーペンタにナインスを加えた状態ができる。それでセブンスの音がこのミのフラットシャープ5ですね。これは入ってます。なので F7 が鳴ったら、みたいにね。ペンタのダペンタ全部使っていいんですよ。このコードさえ見れてれば、ね、弾けちゃうわけです。こういうのをカラオケに合わせてみて、まず C マイナーからね。全部やるの大変だから最初の2個だけこうやって頑張って考えて、後ろはペンタでとかね、やればもうほらジャッジになってきたでしょ。で、B フラットメジャー7はこうですよ、ね、なので G マイナーの中からここ B フラットのルート、 B フラットルート、ここにあるわけですよ B フラットね。あ、ペンタに入ってんじゃんと。だけどメジャー7だからラム入ってんじゃんっていうことです。あげるとこの B フラットがおしゃれになる。で E フラットメジャー7のコードですよね。なので、あ、またペンタに入ってると。だけど E フラットだから E フラットルート入ってますね。なんならまあこっちメジャー7のおしゃれだから E フラットのねコードの上ではもうペンタもろ弾いた方がおしゃれかもしれない。
ですけど、ティーター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 ってやらないで、このコードを意識して、あえてコードをチラッと混ぜた後にブルーノートなんてやってあげるとね、かっこよく聞こえてくるし、なんでやっぱこう後ろのコードを意識してあげるっていうのがジャジーのコツですからね。はい。で、Am7 はこの形ですよね。なんでこれ Am みたいな、まあ、Cm と一緒ですよ。この形が見えてる。あとラがある、ね、これを Am7 フラット5をバンって弾いたらラも入れてあげて、このコードの音を弾いてあげる。で D7 になる、この形ですね。この位置にある、そしたらファのシャープがあるじゃないか。こいつをこれも入ってる、まあ入ってない、ペンタに入ってないのはこのファのシャープだけですから、オクターブ上でもいいです。これをなんでもいいです。で、多分ルートとかもね、このレのルートとかも意識してあげます。これで D が解決。そして Gm は、まあ、ここ Gm ですからもうマイナーペンタものですね。マイナーペンタっていうのは Gm にプラスイレブンスっていう、なんでマイナーセブンプラスイレブンスなんでね、そのまま弾けば大丈夫だと思います。ただ G7 になった時はそれに、まあ、これはペンタの練習でもやったことあります。フラットサード3をナチュラルに戻してあげればいい、この形が見えます。なのでやるだけで G7 が聞こえてくる。この程度の音の加え方にしましょう。これ以上ね、いろいろ加えるとあるけど、やりすぎるともう頭混乱しますし、今の段階でもいっぱいいっぱいの人もいると思います。ですが本当にうまく後ろのコードをペンタに混ぜる、もう今回これにつきますから、これとペンタとリズム、これだけでね、結構ジャジーに聞こえるんですよ。同じことをこっちのねフォームでもやったりします。 Cm のね音を、B フラット、 E フラット、 Am の音で Cm、 じゃあ一気にやっちゃいましたけど、こんな感じでね、今ちょっと言いながらですからね、大変でしたけども、 Cm の時にわざとこの Cm の音、こいつをこの G、こっちのね、こっちをつけるんですよ。これでなんてやってあげれば、ミのフラットね、このマイナー音だけでしょ。で、ごめんなさい、 F はこうか、 F はこうですから、まあドドドド、これが F7 ですね。ってことは F を意識しながら Gm ペンタをこうバレーしながらとか、 F を押さえながら弾いちゃえば、なかなかもうこれでかっこよくなっちゃったりします。で、 B フラットメジャーセブンが揃ってますよね。なんで意外にこの前半はこのラの音ですね、キーで言えば、メジャーペタではメジャーセブンスです。 Gm から見ればナインスに当たります。この音を使ってあげるとかっこいいんじゃないかっていう予測がついてきますね。で、 E フラットメジャーセブン、またこうですね。なので Gm ペンタ弾きながら、このミのフラットだけ入れてあげれば E フラットのとこが解決。ってことは Gm ペンタを弾きながら、前半はラの音を積極的に入れて、あとはミのフラットが入ればいいんじゃないかなと。ざっくりでもいいです。じゃあこの2つの音、ミのフラットとこれをこのペンタね、に対してこのミのフラットとラの音を混ぜてみます。これ前半ですね。こんなんでっぽくなりますでしょ。
そんなに音数も弾かなくたってジャジーになってると思います。こんなね、あのマイナーペンタに後ろのコードを混ぜるだけ、マイナーペンタっていうか、まあ、あの B フラットの金とか B フラットのメジャーペンタですけどもね、まあ、トータル今は G マイナーペンタとして捉えてますからね、その G マイナーペンタ、 B フラットメジャーペンタ、これに後ろのコードの音をちょっと混ぜる、特徴のある音とか、またペンタの中に入ってない音を積極的にちょろんと入れてあげるっていうだけでこんなにジャジーになるんだよっていうのをねお話ししてますが、一応ちょっと一通りを軽いの作ってみましたね。これは譜面ついてますので、今のところ今までのところは譜面ないですけども、ここから譜面ついてますね。それをね一回弾いてみましょう。ちょっと歪ましても見ました。この歪ました状態で、つたてっぴっぴっぴなんていうか入りましたけども、基本はこの C マイナーの音のソの音、まあソの音それもありますね。で C マイナーセブンス、そこからミのフラット、今 C マイナーのサード、これを入れて入りました。そしてその後 F セブンに対してはペンタの、まあこれ F7 に対してはナイスなんで、逆にペンタのルート弾いてあげるとおしゃれ、その F のルートを落としてペンタの音から F のサードの音ね、この音を目指しました。で2のフラットは F7 の音ね、だからラとこの2のフラット両方入れました。セブンスからレの音、これは B フラットのメジャーセブンのサードの音ですけど、まあこれはスケールに入っていますので、このラの音が、メジャーセブンの音ですね。他は全部 B フラット入ってます。それを3度でソソーで落とします。これは E フラットのサードソソーです。これはペンタの音ですね。でこのスケールってパーだら、まあ、ペンタです。Aマイナーのドの音ね、このサードは意識してますけども、別にペンタの音だけでいきます。聞き慣れたやつですね、ロックのシーケンスをダラバダラバダラと入れた後にスケールの音をパパで、Aマイナー7フラット5のフラット5の音、これ入れてテレナーって G7 のサーフィフスでファのシャープラっていうね、D7 っていうコードのフィフスの音ね、ここにコードあるから分かりますよね。これを弾いてで、ここで D7 の、ね、このコードの中指の音、サードの音です。これを入れました。あえてフレーズはもうロックっぽくタラドリクルルペンタで弾き慣れたようなウーシ、そしてシーソーって、別にただのマイナーペンタの音を弾いてるんですが、Gマイナーを意識しながらディルーと落とす。それでまたこれも G マイナーのファーソーシのフラットで、ファーの、ね、ここまでもう俗に言うコードとアルペジオという G マイナーの音を弾いただけ。それをウタラタタンタタでこの G7 のサードに落としたわけです。そこからまたこの音にペンタを入れてってやるとこうなりますね。ウタ、もともとこうあるペンタを入るわけです。同じ音を今度スライドにする、ハンマリングで弾いた音をスライドにして G のルート、ペンタの音、ここでミのフラット入れるといいよっつったのは、もう次の C マイナーを実は意識してて、ミのフラットからどうぞ、はい C マイナー終わりっていう感じ。なんていうふうに作ったわけですね。まあパッと思いついてちょっとメモった感じなんでね、もっといいのを皆さん作れると思いますのでね、このアイデアを使ってね、なんかソロを作ってもらいたいのです。じゃあ一回流してみましょうか。最初歌タンのリズムで歌タンタンタン、ルートにチョーキングセブンスを出す、そしたら1と2と三拍目伸ばしてシート1、2で3と
8分でベタなのもいいですけども、リズムはいろいろ変えてみると、こうやってメロディーっていうのはね、こう表情変えますから。でもここはさ、です。スタッタタララっても完全にあのロックでよく出てくるリズムですね。ただ単に早く弾くだけじゃなくて、16分に合わせてタラレラララララってちゃんと16にぴったり合わせてあげれば、これポリリズムになってよりエキサイティングに聞こえます。その後はタタウタタウタタってね、このタタウタタウで3つ3つなんです。その前も3つ2つ、これでポリリズムでした。それを同じリズムでダダウダダウダダってやって、それを D につないでる。でこれを 2拍伸ばしたら、3拍目から さっき歌ったたたたでしたけど、今度は歌らたたんたたです。さっきはうっ、今度は基本は同じしてるんですね。それで G7 のです。で2拍目の16の2個目から歌らたてぃぃ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 、こんな構成なんですね。感じでもいいと思います。フレーズっていうのはね、どんどんこうやって一旦作って、それをまたこう引き込む中で、あ、こっちの気持ちいいなってやって完成させていきますからね。今はまあパッと思いついたのメモっただけなのでね、まだ僕の中では熟成されてないんです。ですが熟成するまである程度ね、何回か弾いて、1週間とか弾いてね、でそれでこう詰めていくと、もっと自然ないいフレーズになっていくと思います。そしてその後になんかタラララッタラララッましたけども、 C マイナーなんで、そのミのフラットを入れてペンタのこの音と、ペンタの音、ペンタの音、だからペンタじゃないとこの音だけ、ミのフラットって言いましたね。これをこうやってやると、このなりましたよね。なので、ちょっとここは不便に書いてなかったんですけども、紹介しておきたいと思います。でね、もうちょっと実例が欲しいかなっていうことで、3コーラスぐらいつなげたような、ちょっとポジションもね、ここしか使ってないですから、まあ、こっちも使うような、フレーズを作ってみましたのでね、そちらも一回弾いて軽く、解説してみたいかなと思いますので、まだ聴いてみてください。
こんな感じになりますね。ちょっと3コーラス長かったな。ですけどね、基本的にはもうペンタを中心に弾いております。ので、出足もね、あ、そう、これね、このカラオケね、こう、ちょっと踏んでからラグがあるんですよ。うにょんって出てくるんでね、ちょっと出足、ちょっとずれてますけどね、あれはちょっと機械のせいっていうことにしといてください。スペースで。このフレーズから始まります。マイナーに対してペンタしか使っておりません。ペンタの音、レの音をこっちへ弾いただけ。またステップお決まりのリズムだよって言いましたね。ね、これブルーノートぶち込みました。 G マイナーペンタのブルーノート、また B フラットに出したらフラットサードになります。 A フラからドの音で終わりにした。そう飾っただけっていうことです。ですけどたまたまですけど、ファの半音目のとこ入るとオルタートに聞こえるっていうね、ジャズのちょっとしたトリックを混ぜてます、ね、混ぜた上で B フラットのサードダウンとにレッドタタツタウッタウッタタタタ、そしたらもうモロにペンタ上がります。ロック来たって感じですよね。これを16で、3つ塊になってますので、ちょっとしたポリリズムです。ダバダバブダダ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 ダ、ファンキーなソロってことなんで、ソロのリズムもファンキーにしてあげるとね、こうターンタッチッチッチッ、こんなゴーストノートが入れてね、で終わらせて、ただ歌うた、ペンタコーナーにこっち行っちゃったと思ったけど、まあこれもペンタありますからね。このペンタをこれラの音ね、この A マイナーのルート、これをタッチ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 ッって入れたぐらいです。あとはペンタの音に持ってきてフラットフィフスブルーの音ね、これを入れます。このイメージわかるでしょ。これをダラッッッ入れた後に次 D7 のところではモロにペンタ弾いてますが、 D7 のサードを通るようにペンタの間を埋めてあげます、ね、ダラダダ。あとペンタですからね、このエマナからいきましょうか。ターンでダルで G マイナーの音をジまたはどっちでもいいですけど、決めの方がかっこいいかな。行った後にペンタを降りただけ。でもこれもポリリズムで3つです。タラタタラタダダダです。6弾く感じありました。タラタタラタタタタ、この時にタタイプ、もう G7 のとこはもう無視ね、サードを折ったりしない、マイナーペンタのままでいっちゃってもいいんだなって覚えてください。これがワンコーラス目、ちょっとこれワンコーラス目だけ聞いてみますかね。またちょっと出足寄れますけどもね。ですかね、ワンコーラス目を流しました。で次もうモロ6から始まりますね。2コーラス目 C マイナーのところに対してこのマイナーペンタでペンタでよくあるね、このユニゾンチョーキングからそれをキープして小指でペロ、これを4回やってください。これが3拍目になります。ペンタでよくチョーキングするとこ、その後に、B フラットはドゥーステっていう風にね、
ドドって言っちゃうとちょっとあのペンタグが強くなってきたので、ちょっとBフラットのメジャーセブン、これをティーですティーすティーす、あとはペンタですね、このペンタですから、ティーですティーすティーす、ダバダってやったって元同じモチーフでディダダ入れます。じゃあ次はダバダってやらないでダダダフラットのサードなんです。それで、ね、次のコードを E フラットの頭に持ってきたいので、ダラの8にしました。あとこれはね、この E フラットコードもらって、このキーの時、このキーの時にこの E フラットのコードから上がるこの3のフレーズです。これをちょっと使いました。ここまた出たんですね。ね。ペンタじゃない音かな、それだけですね、それをちょっとね、これはちゃんとドレミ、B フラットのドレミの上に乗ってますけども、さっきからラは何回も使ってますもんね。ここを通りながら同じ形で上がって、最後中身終わった後にフッ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 戻って、これ上げると Am7 flat 5のセブンスの音に調金したことになりますね。ちょっとおしゃれです。それを下げて、なんだこれってなったでしょ。これね、 Am7 flat 5のコードをペンタの音からちょっとクロマチック単音でつないで、このコードをそのまま弾いただけです。こういうのもありですね。コードとアルペジオみたいに全部の音を一生懸命弾かなくても、まあ、これ押さえた音をかけちゃえみたいな。これだけでもかっこよくなります。で、それを D に落として、これでもうペンタの音ですね。あ、あえてこのパロシャープで、あの D7 感出さないで。全部追えばいいってもんじゃないと。その後にちょっとロックなフレーズ。いや、ファンクなフレーズ、チキチキボーン決めれてほしい。そしたら次は歌次のコーラスの、Cマイナーのフィフスのソレ、ソニア落としたい。ソニー歌だだだだだだって、ただ上がるのも脳がないので、どうもう一回弾いてるだけの感じ。これが、2コーラス目です。行ってみましょう。で、つながっていますね、この。はい、じゃあ次はソミのフラットドミのフラットソね、これコードを叩け、タカツタ、タ、これも入ってる、これが入ってないね、ミのフラットがあのペンタには入ってないんですけども、これはもう完全にコードを折りました。でペンタの音に戻して、レーシー、その後にラーの音します。レーシーラーとイスペーキーっていうレーシーね、レーシーの後に F のサードラ、これもペンタない音、その後ペンタの音で挟むちゃんとしてくれないと、プシュッて決まらないとこうかっこよくないし、その後よくある、ね、このペンタの音、まあ、スケールの音を2個ずつバーダーって弾くね、2個ずつ弾いてきて、最後はダー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 って E フラットのサードにつなぎたかったんです。また Am7 フラット5のコードをラーラーラー、さっき C マイナーのねダッピッドで始まったんで、ちょっとこのマイナーの25のダッピッドコード入ってます。ダッピッドまた
テータの音、テータのジョーキングで、テータなんですね。これラって一応このね G7 のレファのシャープラのラの音を通ってまたペンタに戻してルートで終わり、あとはペンタとフラット5のブルースの音でダーダーして G のルートに最後終わります。これが、最後のコーラス。という感じにね、僕なりにロック感を失わず、そしてジャジーなラインっていうのをね、まぁ、ちょっとペンタを中心にジャズを弾いてみるっていうやつをね、少しちょっと進めてみました。よくね、ペンタ使えるから、それでいいからって言われてね、終わりっていうのよくあるんですよ。じゃあ2-5覚えましょうってなるんですよ。時間だよねって言って。ペンタ中心のこのアーシーなちょっと悪いところも残しつつ、なんかこうおしゃれな音も入れたいっていうのが、ロック少年のジャジー願望なんですよ。なんでね、それをね、今日はペンタにコードの音、後ろになってるコードの音、こいつをチラッと混ぜてみろと。で、それがペンタの中にない音だったらもうラッキーですから、チラッと入れるだけで、そこでメロディアスになってきます。そんなね、バランス。そしてペンタを中心に弾いてますから、いつでもチョーキングとか、いつもロックネタの指癖に逃げられる。こんな感じでね、ファンキージャズのソロを弾いてみてもらえると、ちょっとハマるかもしれませんので、頑張ってみてください。はい、それではね、第19回終了いたします。お疲れ様でした。